根本メーカーのこの 85mm っていうのを使います。お好きなあのサイズで作ってみてください。結構大きめのポンポンになります。ポンポンはスチームを当ててふわっとさせたいなっていうのがあるので、ウール 100% のを使います。ダイソーさんで購入した毛糸を使います。で、2本取りで作っていこうかな。ポンポンメーカーはまず開きます。こうやってここに突起があるので、この突起をこう外側にして、でそれぞれあのお好きなだけ巻いていきます。ポンポンメーカーがこんな風に分離していたら、この真ん中のところデコとボコを合わせてシュッとくっつけます。でこれでポンポンメーカーが使えるようになります。じゃあ巻いていきます。割とこう引っ張り気味にきつめに巻いていく方がなんか綺麗に作れる気がします。いつも適当にすごい巻いているんですが、終了する目安はこれをカチッと戻した時にここに隙間がないくらい、それを目安にしています。カチッと戻すと隙間が埋まったので終了して、この糸をねちょっとどっかに引っ掛けておくと後々の作業がやりやすいかなと思います。反対側も同様にくるくる巻いていきます。それぞれ巻けたら元に戻します。そしたら残った糸を30センチくらいにカットしておきます。あ、40センチくらいあった方がいいかな。で、これがもし柔らかい糸だったら似たような色の、あのしっかりした丈夫な糸を用意してください。この糸でこう真ん中を結ぶので、この糸をねこう引っ張ってピュッてちぎれちゃうやつもあるんですよね。なのであのちぎれないか確認してください。ここに溝があるんですね。こっち側もそうなんですけど、でここにハサミを入れて、よいしょ、カットしていきます。切れやすい、ね、糸で切ってください。結構これ力作業なので大変です。一周カットできました。先ほど用意したあの毛糸を真ん中に結びつけていきます。ここにねちょうど溝があるので、ここに糸を入れて結びます。しっかりねギュッと絞ります。でギュッと絞ったら、2、3回繰り返して、またギュッとし、あの締めます。でまたもう一回巻いてギュギュッと、よいしょ。で3回、結んだので、同じところでこれをよいしょ、今度は裏返さずに普通に結びます。よし。でしっかりギュッと結んだら、このレバーを外して、でこの真ん中のところを外します。そしたら真ん中で結んだ糸、じゃあちょっとこれ短かっただな、だってあの短かったな、もうちょっと長い方がいいですね。この紐で帽子に縫い付けたいんですよ。あー、もうちょっとあった方が良かったけど、まあいいや、これで頑張ります。めちゃくちゃ短くなっちゃったなとか、間違えてこれ切っちゃったとかいう場合は、あの真ん中を触ると中心が分かると思うんですよね。なのでその中心を通るように針に糸をつけて、こうやって中心にこう通すと新しく糸がつけれるので、もしこれが短くなってしまった人がいたら、中心を確かめてそこをちゃんときちんと通るように、外れないように糸をもう一回通せば大丈夫なので安心してください。じゃあこれ形を整えていきます。ここのところは切らないようにしっかり持っておきます。でこれは結構最初楕円形になってんですよね。横に広がってる感じなので、まあ、それが可愛いっていう方はそれを維持しながら形を整えていってください。こうぴょこっと飛び出してるところが結構あるので、で割とね大胆めに切っていく方がいいみたいなんですけど、私小心者だからちょびっとしか切らないですね。人によってなんか
この切る量が全く違うので、それが面白かったりします。だいたい形が整えられたので、本当はね、スチームを当てるとふわっとすごく毛先が開いて、いい感じになるんですけど、今ちょっとね、スチームアイロンがないところにいるので、このままつけちゃおうと思います。じゃあこれ今帽子の表です。ポンポンの片方の糸を、ここ絞ったところなんですけど、この絞ったところのここら辺くらいかな。これが穴で。ここら辺ぐらいに刺して内側に出します。で、もう片方もこの向かいぐらいに針を入れて内側に糸を出します。ここくらいかな。いいよ。で、これで中心に糸が出たので、ギュッときつく縛ります。で、何回かギュッと縛ってください。もう一回ぐらい縛っとこうかな。あ、いい感じですね。そしたらこの糸を数目内側に通して、始末するんですけど、この糸が表に出ちゃうとすごく目立っちゃうので、なるべく目立たないようにこの内側の糸のみをすくって糸の始末をすると良いかと思います。で、また中心に戻って下に降りてっちゃうとね、なんか見えた時にちょっと恥ずかしいので、目立っちゃうので、表出てないですね。で、カットします。もう片方も同様に始末していきます。おー、これで完成しました。とポンポンでかいかな、重いかな。でもポンポン大きい方が可愛い感じがするので、これでいきましょう。あまりに大きいと、ポンポンがこうだれてくるんですよね、こうピョーンってね。でもだれてきちゃった場合はちょっと中心にまた糸を通して、でこうやってもう一回後ろでしっかり縛るっていうのが必要かなと思います。最後までご覧いただいてありがとうございます。ぬくぬくかぎ編み手芸部では過去にも帽子をいくつか作っているので、そちらもよかったら編んでみてください。かれ編みチャンネルの方でも帽子を、棒編みとかぎ針と両方編んでいます。では次のビデオでお会いしましょう。